皆さんこんにちは。精神保健福祉士まこっちゃんのまこっチャンネルへようこそおいでくださいました、今回はですね、私まこっちゃんが普段精神保健福祉士っていう、資格を持ってお仕事をしているので、どういった資格なのかっていうところの説明をしていけたらいいかなというふうに思っています。ポイントとしては、1ですね。1、精神保健福祉士とは何なのかっていうことと、2ですね。2は精神保健福祉士の職域って書いてますけども、これは働く場所ですね。どういう場所があるのかっていうことと、最後に3つ目ですね、今後の精神保健福祉士ということで、以上3つですね。これで進めていきたいと思います。まず精神保健福祉士って何なのかっていうお話ですね。精神保健福祉領域のソーシャルワーカーの、国家資格のことを精神保健福祉士っていうふうに言ってますね。ソーシャルワーカーっていうのは、生活上の困りごとを抱える人からの相談を受けてですね、問題解決のために援助を行う社会福祉の専門家のことを指します。精神保健福祉士以外にも、介護福祉士とか社会福祉士とかあるんですけども、介護福祉士は皆さんイメージつきやすいのかなと思いますね。で、社会福祉士っていうのが、ソーシャルワーカーの国家資格なんですけども、精神保健福祉士に関しては特に心の病気ですね、統合失調症であったりとかうつ病とかいった心の病気によってですね、さまざまな障害を抱える人々を対象にしております。で、そういった方々を対象に精神保健福祉士は相談援助を行っている国家資格になります。専門的な知識と技術を生かして、生活とか就労ですね、社会復帰っていうのを支えております。誰もが暮らしやすい社会を作るっていうところでは結構重要な存在になってくるんじゃないかなというふうに感じております。はい、続いて2つ目の、精神保健福祉士の職域ってどういうところがあるのかなっていうところなんですけども、働く場所としてまず1つ目がですね、精神科病院とか精神科のクリニックになりますね。ここでは、お医者さんとか看護師さんとかあと心理師さんとかと協力しながら生活に関わる情報をソーシャルワーカーである精神保健福祉士が聞いて社会生活へのお手伝いをします。私も働き始めの時には精神科病院のデイケアで働いてたんですけども、いろいろなグループワークであったりとかレクリエーションとかですね、そういったものをリハビリテーションプログラムとして提供するっていうお仕事をしておりましたね。で、2つ目ですね。2つ目には福祉施設とか障害福祉サービス事業所って呼ばれるような場所になります。これには私も今勤務してますけども、就労支援事業所とかですね、あと地域活動支援センターというふうに呼ばれる場所が当たりますね。他にも、障害をお持ちの方が共同で生活をするグループホームっていう場所も当たるかなと思いますね。就労支援事業所ではですね、利用する方に対して、就労に関するトレーニングであったりとか、実際働いている方の職場への定着の支援ですね、そういったものをやっております。他にもさまざま電話での相談を受けたり、もちろん直接お会いして対面でお話をするっていうのもありますし、お家に訪問をしてお話を伺ったりっていうことで、日常生活に関わるさまざまなサービスを提供する場が福祉施設であったり障害福祉サービス事業所だったりするかなというふうに思いますね。はい、3つ目ですね。3つ目、はい、3つ目は、学校っていうのも
今働く場としてあるかなっていうところで、まあ、いじめとか不登校とかですよね、まあ、そういったその他にもですね、さまざまな生活上の問題についてスクールソーシャルワーカーっていうふうに呼ばれる存在もいたりしますね。これも精神保健福祉士を持っている人が、その業務になっている場合がありますですね。4つ目は企業ですね。まあ、最近だとですね、障害者雇用っていうのも昔よりだいぶ進んできているように思いますね。なのでそのような中でですね、私この間求人を、まあ、ちらちら見ていたらですね、なんと就労定着支援担当者っていう求人が、まあ、企業の方から出されているっていうのを見かけましたね。まあ、障害者雇用も進んでいる中であったりとか、職場でのメンタルヘルスの問題とかですね、まあ、そういったもので、働く人のメンタルヘルス、心の健康を守る存在として精神保健福祉士は活躍できるんじゃないかなというふうに感じております。そして5つ目ですね、働く場5つ目は司法施設って呼ばれる場所ですかね、刑務所であったり、あと裁判所とかで、精神障害の影響によってですね、犯罪を犯してしまったっていう方への対応であったり、服役されて、出所後ですね、社会復帰のお手伝いをしていくっていうのも精神保健福祉士の方がやってたりする業務になりますね、はい、そして6つ目ですね、6つ目になると、行政機関ですね。まあ、どういったところかっていう と、 市区町村の窓口とかですかね、あと精神保健福祉センターとか保健所とかっていう場所が行政機関として挙げられるかなというふうに思います。まあ、そこでも、相談窓口とかに精神保健福祉士がいて相談を受けて、いろいろと生活上でのお手伝いをしていくっていうような役割がありますね。まあ、以上で6つですかね、ざっくりと領域を挙げましたけども、結構幅広く働く場があるんじゃないのかなというふうに感じております。まあ、資格を取って働き始めてからも身を置いたその場その場で学び続けることが結構重要になってくるんじゃないかなと思いますが、まあ、その分自分自身も成長することにつながるお仕事じゃないかなというふうに私自身は感じております。まあ、ちなみに年収としてはっていうところなんですけども、働く場所にもよって変わってくるかなというふうに思うんですけども、おおよそ、まあ、平均として300万から500万ぐらいじゃないかなというふうに言われておりますね。まあ、経験年数を重ねたりとか、あと役職に就いたりっていうことで、まあ、上がっていくっていうような、そんなイメージになります。はい、そして今日のポイントの3つ目ですね、最後になりますが、今後の精神保健福祉士ということで、国の政策としてもですね、障害者を地域で支えるっていう方向性が打ち出されたりしていたりとか、障害者雇用自体も年々障害者を雇いましょうっていうことで、障害者の法定雇用率ですね、それが年々上がってたりするっていうところで、まあ、先ほどまあ、紹介したようにですね、職場での就労定着支援担当者っていうのが一般企業から出されるようになってきたっていう経緯もあるので、ますます、まあ、今後働く場所としては医療機関とか地域の福祉サービス事業所とか、まあ、そういったところに限らずどんどん出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、こうした活躍の場が広がっていく中でもですね、さまざまな場で働く精神保健福祉士同士がですね、まあ、お互いに連携をして協力することで、まあ、地域のネットワークを作ったりっていうところを通じて、まあ、誰もが生きやすい世の中を作っていくっていうところに、まあ、向かうことができるんじゃないのかなというふうに思っていますし、私自身もですね、そういった社会を形作っていく
まあ、方向に向かっていく一員としてやっていけたらなと思っております。はい、以上で、今日の、3つですね、ポイントとしては、まず精神保健福祉士とはっていうところと、精神保健福祉士の働く場と、最後に、今後の精神保健福祉士っていうところでお話をさせていただきました。ということでですね、今後も、私精神保健福祉士のまこっちゃんがですね、皆様にとって、まあ、有益になりそうな情報とかそういったものを動画にして配信していけたらと思っております。まあ、今回のこの動画がいいかなと思ったお方はですね、ぜひいいねボタンを押していただけたら嬉しいなっていうのと、ぜひぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。